はい、本日はですね、バブアーというブランドについて調べたのでお話していきたいなというふうに思います。で、このバブアーっていうのはですね、今最近とかいったら結構若手俳優の、俳優さんが来てたりとかして人気やったり、大昔で言ったら僕は知らないんですけど、スティーブ・マックイーンっていう俳優さんが着用して爆発的に人気が出たっていう、ブランドのジャケットになるので、このお話をしていこうかなというふうに思うんですが、まず最初の1番っていうところのブランドの歴史から話していくんですけども、ブランド自体はですね、まずどこの国で作られてるんかっていうと、日本よりだいぶ西の方にぐーっと寄っていったところのイギリスで作られたっていうのが一番最初になってるんですけども、イギリスで、いつにできたんかっていうと1894年にできたっていうことで、太平洋戦争とかのもっと前にできてる、結構昔からあるブランドっていうことになってて、作った人が名前のブランドの名前の由来になってるんですけど、ジョン・バブアーという人が、作ったブランドっていうことになってて、このジョン・バブアーというこのおじさんは布の会社にずっと勤めてて、21歳からずっと24年間コツ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 勤めて、45歳になった時に、よし、俺はブランドを作るって言ったのかどうかは知りませんけど、ブランドを作るっていうことで、このバブアーというブランドができたようです。で、最初は誰用に作られたんかっていうと、もともとはファッション用というわけではなくて、漁師とか船の乗組員とか、そういう人たちに向けて作られた防水のジャケットっていうことで、当時は防水のジャケットっていうのがなくて、要は海とか出ても濡れてしまったらもう濡れるしかないっていうような感じのところに、このバブアージャケットが出てきて、こう水で濡れても体が濡れへんっていう、ものすごい画期的なジャケットを開発したということになってるようで、イギリスといったら日本と同じく島国なので、やっぱりこの漁師とかその漁とかが盛んやったみたいで、そこでかなり重宝された結果、国にも認められて、後々の世界大戦とかでもイギリス軍に支給されたっていうぐらい、国も認めてるジャケットっていうことになってて、実際潜水艦ってあると思うんですけど、その潜水艦の、イギリス軍の兵隊たちが着る防水ジャケットとしてバブアーのジャケットが支給されてたっていうのも、記録に残ってるようです。で、2つ目のワックスドクロスっていうところになるんですけども、ワックスドクロスっていうのは何かっていうと、生地のことになってるんですけど、生地の上にオイルを塗ってるっていうことで防水にしてるっていうことなんですけど、それまでって普通に生地だけやったので、濡れるとやっぱ濡れちゃうと思うんですけど、その周りにオイルを塗ることで、コーティングされるというか、膜が張られるというかっていうことになって、雨が来ても弾くようになるっていうことで、オイルを塗ってたっていうのがワックスドクロスっていう名前になってるんですけども、最初とかは諸説あるらしいんですけど、当初一番最初は独自のオイルを作れなくって、魚のオイル、魚ってオイルというか油があると思うんですけど、その魚の油をジャケットに塗ってたっていうのが一番最初という諸説もあるようです。で、今は独自で作られてるオイルがあるので、それを塗って防水にしてるっていうような感じみたいなんですけど、一応そのオイル自体もこだわってるし、その塗られる前の生地がコットン綿っていう生地なんですけど、それも結構こだわってるみたいで、どこ産かって言ったらエジプト産のエジプト綿っていうのを使ってるんですけど、よく高級な綿って言ったらエジプト綿とかペルー綿とかスーピマコットンとか、あとシーアイランドコットンとか、結構そんな聞いたりするんですけど、コットンの言い悪いって何が違うねんっていう話だと思うんですけど、コットンの言い悪いっていうのは要は長さになってるんですけども、コットンってこうくるくるくるってこうちっちゃいこんなボールになってるんですけど、それをパッて引き伸ばした時に短いのかそれとも長いのかっていうのも違いになってて、長かったら長い分だけいいとされてて、短かったら短い分だけ低い品質っていう風にされてるんですけど、短いとやっぱりいっぱいつなげていかないと長い糸にならないけど、長い糸やったらもうそのまま使えるっていうことで、長い糸が重宝されてなかなか取れないっていうところになってるのが、このエジプト綿を使用してるってことになってますが、一番わかりやすく言うと、少女とかの三つ編みがあると思うんですけど、長い髪の毛の女の子が三つ編みしたら結構綺麗にキュッてこう縛れると思うんですけど、中途半端な長さの長さでこう三つ編みすると、結構こう三つ編みの途中から枝毛とかピュッ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 って出てくると思うんですけど、あれがあるとやっぱり肌に不快感があったりすると思うので、短い毛をつなぐとやっぱり枝毛みたいなのが出てくるけど、長い綿を使うと枝毛がないので着心地がいい。だから
そういう長いとか重宝される長面っていうんですけど、それが重宝されてて、まあ、それはどこなんかって言ったらそのエジプトもあるよっていうので、まあ、今回このエジプト面を使用してるということのようです。でちなみにその、まあ、エジプト面を使用してるんですけど、生地の分厚さっていうのも3種類用意されてるらしいんですけど、8オンス、6オンス、4オンスっていうふうに3つ用意されてるらしいんですけど、まあ、それは何かって言ったら8オンスって言ったら一番分厚い、分厚いので頑丈で、まあ、ガンガン切れて摩擦とかでも強いっていう感じみたいで、その真ん中の6オンスっていうのは全部の気候に対応してますよ。ちょっと肌寒い時でも切れるし、ものすごい寒い時でも切れますよっていう感じですし、で一番軽い4オンスっていうのは、まあ、軽さがあるので持ち運びに便利ですよっていうふうに、その用途によってオンスを切り替えてジャケットを作ってるということのようです。で3番のイギリス王室御用達っていうことなんですけど、このイギリス王室御用達ってめちゃくちゃ聞くけどなんかよく分からへんって僕ずっと思ってて、なんか名前とかはよく聞くし、とりあえずなんか王様が認めてんやろぐらいにしか僕は思ってなかったんですけど、あのまあイギリス王室御用達ってこのファッション以外にも、あの例えば食品であったりとか食器であったりとか、あと文房具であったりとかっていうのでちょくちょく聞くことあると思うんですけど、これは何かって言ったら、もうそのイギリスの王様たちがこれはその王様の家に入れて使ってももう認めれるぐらいすごいいいものやっていうことらしくて、でそれは3人の人しかこの称号を与えれないらしいんですけど、まあ、それ誰かっていうとエリザベス女王で、次にエディンバランコで、ウェールズ公、この3人しかあの称号は与えれないっていう感じで、1人1個称号を与えれるらしいんですけども、まあ、例えばエリザベス女王が筆記用具、私これいいと思ったって言ったらエリザベス女王があの称号を与える、この称号はロイヤルワラントっていうらしいんですけど、ロイヤルワラントを与える、そしたらもうイギリス王室御用達ってなるらしいんですけども、このバブアのすごいところはこの3人全員から称号をもらってる、だから3つ称号があるっていうところが、まあ、めちゃくちゃすごいところで、もうこの3人から称号をもらうのってやっぱりなかなかすごいらしいんですけど、これ面白いなと思ったのが、イギリス王室御用達って本来1回もらったこれバブアってもうすっげーまあまあ終わるやんって思ったんですけど、まあ、制度がしっかりあって5年に1回審査が行われるらしくて、ほんまにこれやっぱりいいんかなみたいな感じで行われるらしくて、ちょっとでもこう品質落ちてたりしたら省かれたりとかするらしいぐらい、まあ、5年に1回しっかりこう審査が行われていって、まあ、その中でもやっぱりいいと思われたら称号が与えられてるという感じのようです。なので、手を抜いてたりしたらイギリス王室御用達っていうのは、なくなっていくらしいです。で4つ目がですね、経年変化っていうところになってるんですけども、最近でやったら防水とかって言ったらゴアテックスとかっていうのが結構まあもう主流になってると思うんですけど、やっぱりゴアテックスの製品ってナイロンっていう生地を使ってるがゆえにあんまり経年変化しないっていうところはあると思うんですけど、まあ、このバブアに関してはその元々は綿、まあ、要はデニムとかと一緒なんですけど、デニムみたいな感じにその自分の色になっていく、自分の曲げる肘の形によってシワができてきたりとか、使うここをいつもカバンかけてたらここだけが擦れてきたりとかっていう自分なりのジャケットになっていくっていうところが、まあ、これが多分男心をくすぐる男のロマンのゆえんかなと思うんですけど、まあ、そういうところがあるみたいで、今の化学繊維の今の最新のものもいいんですけど、このクラシックがあるがゆえに出せる味っていうのも、まあ、男の人には受けるようで、今もなおめちゃくちゃ人気っていう100年以上経ってるけど人気のジャケットっていうことになってるようです。で5つ目がですね、ラグランスリーブっていうところになってるんですけど、ラグランスリーブって何かって言ったら、まあ、普通って洋服っていうのは基本的に胴で1回切れて次腕である、でここが縫われてるっていうのがまあ普通あると思うんですけど、このバブアのジャケット見たらラグランスリーブって言って、この首からその脇のところにかけて曲線になってて、ここの縫い目がない、肩の縫い目がないっていう状態になってるんですけど、これ面白い、めちゃくちゃ覚えやすいんですけど、これ誰がつけたんかって言ったらラグラン男爵っていう人がつけたらしいんですけど、ラグランスリーブを、なんでラグラン男爵がつけたんかって言ったら、ラグラン男爵っていう人が戦争中に生きてはったらしいんですけど、その時に腕をなくしはって、その兵士とか自分の後輩とか兵士とかが着替えたりする時にやっぱり着替えやすいようにした方がいいとか動きやすいにした方がいいっていうことで、このラグラン男爵が考えたスリーブ、まあ、スリーブ腕なんですけど、スリーブっていうことでラグランスリーブっていう風になってて、今もよくスポーツウェアとかでよく見られる縫製になってて、要は何かって言ったらさっきも言ったみたいに動きやすいっていうことになってるようで、誰が作ったんですかって言ったらラグラン男爵が作ったということのようです。
で6つ目がですね、リプルーフっていうところになってるんですけど、リプルーフって何かっていうところになると思うんですけど、最初言ったみたいにオイルを塗ってるっていうこと でオイルってずっとついてるもんじゃなくて、やっぱりこう使っていくと肘が擦れたりとかして取れていったり、あと裾腕のところがちょっとずつこうオイルが取れていったりとかするってことなんで、どうしてもオイルが取れると、まあ雨が降ったら全然濡れちゃうようになって、普通の面になっちゃうので濡れちゃうと思うんで、それを上からもう一回メンテナンスする、要はオイルを継ぎ倒すっていうか、もう一回塗り直すっていうのがリプルーフっていうことになってるらしいんですけど、まあこれは独自で開発されてるオイルがあるんで、まあそれを塗っていくっていうことになるらしいんですけども、まあやり方は2つで、自分でやるっていうのもあるらしいですし、あとは業者に頼むというか、その店舗に頼むっていうのもあるみたいで、まあ多くの方は店舗に頼みはるらしいんですけど、あくまでこう我流でやる人もまあいてはるということのようで、基本的にはこうオイルをつけていって、まあ自分らしさを出していくっていうことになってるらしいんですが、なんかすごい玄人の人とかは、そのオイルついてる状態やと経年変化とかシワがつきにくいから、あえてバブアを着てシャワーを浴びてオイルを落とす人もいてるみたいで、やっぱり石鹸とか洗剤とか洗濯機ってオイルが取りやすいらしいんですけど、まあ、そう、あと温水とか、まあ、取りやすいらしいんですけど、そういうのをあえてやってシワを残すっていう人もいてはるらしいです。まあ、でも基本的にはオイルがある状態じゃないと防水機能がないということのようです。で7つ目っていうのが、人気モデルを何個か紹介していこうかなというふうに思うんですけど、1つ目がビデイル。これは結構人気で、よく街中とかでも見かけると思うんですけど、定番中の定番のアイテムっていうことで、やっぱり海外規格なのでサイズが少し大きいってことで、ジャパン規格というか、もう少し細いSL っていうモデルがあって、それに関してはもう少し日本人に向けた感じで細いスリムなタイプになってるらしいんですけど、そういうものがあったりとか、あと物によったらこのスリムモデルに関してはオイルが塗られてないタイプノンオイルのやつがあったりとかっていうことで、ものによって若干その面のあれとかオイルがあるないとかっていうのは違うみたいなんですけど、このビデイルっていうのがあったりとか、あと次インターナショナル、これも結構有名というか人気よく見かけると思うんですけど、このインターナショナルがあったりとか、次はソルフェイジッパーっていうのがあったりとかっていう感じになってると思うんですけども、最初は漁師とかに向けて作られたっていうところになってるんですけど、途中からは乗馬の人に向けて作られたっていうアイテムも結構あって、このビデイルなんかは乗馬のために作られたっていうところが始まりになってるおかげで、その後ろの背中のところがその真ん中でこう切れてるんじゃなくて、横で切れてる、このサイドベンチでこう切れてるような状態になったりとかしてるのは、乗馬用に作られたっていうのが始まりになってるんですけど、乗馬ってあんまり日本、僕のイメージだけかもしれないですけど、あんま日本では、メジャーじゃないスポーツかなと思うんですけど、イギリスでは結構メジャーなスポーツで、乗馬から始まったファッションって、このビデイル以外にも結構あって、それこそポロシャツっていうのも乗馬してるスタイルがポロっていうブランドがあると思うんですけど、そんなんがあったりとか、あとボタンダウンのシャツ、ここにボタンがあって襟の外にボタンがあるやつってあると思うんですけど、それも実は乗馬から始まったと言われてるっていうぐらい、結構この乗馬から始まってるファッションってあったりするんで、あんまり日本人には馴染みがないスポーツかなとは思うんですけど、海外では結構主流のスポーツで、こっから生まれたファッションも多いようです。はい、ということで、バブアのお話をしてきたんですが、ジャケット以外にも今は例えばパーカーとかセーターとか靴下とか、なんか靴下売ってたかな、グローブとか売ってたりするみたいなんですけども、今こんだけハイテクなアイテムとか上着とかカッパとかそういうのがいっぱい出てる中で、こういうレトロなものがこう形を変えず残ってるっていうのは、多分女性の方からしたらそれがどうしたんぐらいやと思うんですけど、男性は結構こういうのが好きな感じなんやろうなと思いますし、それこそ自分に、世界に一着しかない自分の味が出していけるっていうのも、多分男性が好きな感じなんやろうなというふうに思いました。はい、ということでですね、本日はバブアというブランドについて調べたのでお話してみたという動画になってます。以上ありがとうございました。